プレミア単独首位のリバプールに大きな不安要素が見つかる。リバプールの今季プレミア戦績がこちら6節までの対戦相手が話題に。プレビュー、ご注意ください。ビデオの最後に特別情報あります。リバプールは確かに強いんだけど、ここまでの対戦相手6チーム中5チーム、ユナイテッド含むは、ボトムハーフにいる下位チームユナイテッド含むという点は留意したい。そして対戦相手のうち唯一トップハーフに入っているフォレストには負けてる。対してアーセナルは6分の4が上位チーム相手となっている。本当に申し訳ないけど、今季ってまだ弱小チームとしか試合してないんだよな。ホームでフォレストにスコアレスで負けたのもずっとどっかで引っかかってる。まあ何はともあれ、フラーフェンベルフがビッグシックスとか CL で対戦する強豪相手にもフルで、あのプレーを続けられるのかは単純に興味があるし、期待したい。マンチェスターユナイテッド？聞いたことないクラブですね。強豪相手に通用するかも当然重要なんだけど、中堅以下のチーム相手にどれだけリスク減らして取りこぼしをなくすかっていうのが特にリーグ戦だと超重要だよね。スロットのサッカーは今のとこそれができてると感じる。リバポ、チェルシー良い感じだと思ったら、対戦相手ほぼ格下としかやってないね。ここ2つは直接対決で優劣決まるかな。リバプールは強豪と試合した時どうなるかだよな。リバプールの首位はまだ強豪と1試合も当たってないから全然気にしない。リバプール10月の代表ウィーク明けの8節から対戦相手やばすぎるな。